山田久志、山田久志、山田久さ1948年7月29日台、は、秋田県の白市出身の元プロ野球選手、投手、宇藤右内、ち、監督、コーチ、野球解説者、兵庫県西宮市在住、現役時代は12年連続開幕投手を務めるなどし、アンダースロー投手としては、日本プロ野球最多となる。 通算284勝を記録した。球界関係者からは、史上最高のサブマリン投手と称されることもある。兄、金も野城高校 OB で在学中に、レギュラーとして甲子園出場を果たし、その兄の背中を追って野城高校に進学。三塁手から投手に転校するきっかけになったのは、二年生の夏の自身のエラーによるサヨナラ負けだったという。 夏の甲子園県予選準決勝に進むが、秋田校に逆転負け、西大大会には進出できなかった。結局、これが在学中の最高成績となった。高校同期に保守の大沢勤がいる。卒業後、社会人野球の富士製鉄かまに入社。東方をサイドスローからアンダースローに変えた。ただし、本人はインタビューの中で、 オーバースローの体勢のまま上半身を斜めに、下掛けであって、純然たるアンダースローではないと述べている。の都市対抗に、出場、1回戦で、優勝候補の日本生命を完封し、注目を集める。しかし、2回戦では、でんでん東京の土屋博史と投げ合い敗退した。これを含め、都市対抗には3年連続で出場。1967年のドラフト会議で、 西鉄ライオンズから11位で指名を受けるが拒否する。ドラフト史上最高の方策と言われた1968年のドラフト1位で阪急ブレーブスに指名される。この時の2位指名が加藤秀次、7位指名に福本豊がおり、方策と呼ばれたドラフトの中でも阪急は最も成功したチームと言われている。なお、12位で角田博光も指名しているが、角田は入団拒否。 この時点で山田は練習中に腰を痛めており、脊椎分離症。他チームが山田の実力を認めながら、指名をためらったのはこのためと言われている、チームに残ってリハビリに励む。腰痛から感知した1969年8月の都市対抗終了後、阪急と正式契約を結び入団。山田が入団した頃の阪急は、米梶コンビと呼ばれた、米田哲也。 梶本隆雄のほか、石井茂雄、足立光弘など一流投手の揃った投手王国で、山田は俺なんかどうやって入っていったら、と不安ったという。しかし2年目のから主力投手として台頭、初完封勝利を挙げるなど10勝をマーク。背番号が25から17になった3年目のには22勝を挙げ、最優秀防御率のタイトルも獲得、AS に成長した。当時は、 速球でグイグイ押す強気な投球が心情で、西本幸雄監督が、投手で一番大切なのは、コントロールやと言っても、いえ、ストレートに力があれば、どう真ん中でも打たれせんと反発した。このことは、山田が引退して二十年以上経っても、西本に、わしに、真っ向から逆らったのはお前だけやと苦笑されるという。しかし、その強気な姿勢は時として、落とし穴にはまることもあり。 同年の日本シリーズでは、第3戦で、大阪春に、さよなら散乱を浴び、停滞敗北を喫した。この時、山田はマウンドにしゃがんだまましばらく動けず、西本監督に抱きかかえられるようにして、ベンチに引き上げた。山田は後に、天狗の花をへし折られた。あのホームランがあったから、その後の自分があると実戒している。なお、この試合は、山田の母親が感染していたが、 この試合を機に球場に足を運ばなくなった。上述の敗北を糧にして20勝を挙げ、最多勝ちのタイトルを獲得。しかし、この年に膝を痛めたことで休息が落ち始め、翌からまではやや低調な成績に終始した。1975年の半球は、豪速球で知られた新人の山口隆の活躍で、悲願の日本シリーズ優勝を果たしたが、山田は12勝にとどまり、 自責点95、防御率4.32は、ローテーション入りした1970年以来では、自己最低と満足のいくものではなかった。同じ十二章だった山口を徴用する、首脳陣の方針に納得できなかったこともあり、山田は同年オフに引退まで考えたが、それを察知した球団に移留され、現役続行を決意。この間、成績こそ低迷していたが、 チームメイトの足立光弘を手本に新しい球種、シンカーを研究していい。当初、山田はストレート中心の投球に限界を感じ始めたとき、足立にシンカーの投げ方の教えをこうているが、足立はストレートが通用するうちは、シンカーは投げるなと握りすらも教えてくなかったという。山田は足立からシンカーを盗み取ろうと毎日のように研究を重ね、 足立も最後にはヒントを教えてくれるようになった。からシンカーを使い始め山田は26勝を上げ復活、2度目の最多勝ちに輝き、この年から史上初の3年連続 MVP、3年連続 MVP を達成しているのは現在も他に一郎のみに輝いた。4月29日の対ロッテ戦でアンダースロー投手としては、 皆川むつおに次いで200勝を達成。この試合で山田は落合博光に3本塁打を起死している。3本ともシンカーを狙い撃たれたもので、たとえ狙われていても自分の得意の球種であくまで挑む姿に、やはりこの年に200勝を達成した江夏豊は、これこそプロの対決と簡単した。のリーグ優勝時はシーズン中に膝に打球を受け、 骨折により戦線離脱したために十四勝にとどまったが、監督の上田理事の信頼は絶大で、二十一勝を上げて防御率と二冠に輝いた今井雄太郎を差し追い、この年の日本シリーズ第一戦の先発に起用されたが八回に長島清行に逆転にラン打たれて負け投手になっている。 1975年から1986年までプロ野球記録の12年連続開幕投手を務めており、記録更新のかかったの開幕投手は佐藤義則だった。この年はキャンプ、オープン戦となかなか調子が上がらなかったが、オープン戦で調子が上がらないのは例年のことなので、山田自身は大して気にしていなかったという。しかし、上田監督がマスコミに 今年の山田は、いつもと違うなぁと言っているのを知り、監督のいいと思うならそのようにしてもらっていいですよと、話したら、開幕投手に佐藤が抜擢され、そりゃないだろうと思ったという。この年は、清原和弘相手に、通算2000奪三振を達成したものの7勝に、終わり、17年続けていた2桁勝利も途絶えた。よくは、開幕からなかなか勝てず、5月には、 もうこの年限りの引退を考えていた。この時、真っ先に相談したのは監督の上田ではなく、西本だったという。結局4勝10敗の成績に終わり、現役引退。通算300勝を目指していたが、あと16勝届かなかった。なお、現役最後の試合は10月23日の西宮球場での阪急ブレーブス最後の試合、対、ロッテで山田は関東勝利を挙げ、 通算284勝目、阪急ナインに胴上げされた。現役引退と前後して、球団の親会社が阪急電鉄からオリックスに変わったことから、背番号17は、球団の永久欠番とはならず、しかも、山田の引退からわずか2年後、オフに入団した、長谷川主義都市に与えられた。山田は、福本の7と17は、永久欠番にして欲しかったなぁと語っている。 通算284勝は、アンダースローの投手としては、プロ野球最多勝を記録である。一方、日本シリーズでは不思議と相性が悪く、上記の王のさよなら三乱など、通算6勝9敗1セーブと不本意な成績に終わっている。通算最多非本類が、23、シリーズ最多対次席点を2度、1976年、1978年の12、 シリーズ最多敗戦の大記録、1984年の3敗、他には1956年の別所武彦、1964年の村山実といった不名誉な記録も残している。ただし、1984年の3敗のうち2敗は関東敗戦で残る1敗、第7戦も7回途中まで3失点の内容だった。日本シリーズとは対照的に、 オールスターゲームには強かった。通算7勝は、オールスターゲーム最多記録。また、敗戦投手に一度もなっておらず、勝率10割である。休息が落ちたり、それまでの変化球が通用しなくなってから新球を模索する投手が多い中、山田は、新しい変化球は、試合で使えるようになるのに3年かかる。今の球が通用しなくなってから研究しても遅いと。 それまでのボールが通用するうちに将来を見越して次の変化球や投球術を研究していたという山田と共に阪球の黄金時代を支えながら自らは短命に終わった山口隆はそこが山田さんと僕の違うところだったと評している3月に開催の読売ジャイアンツとのオープン戦西宮での引退記念試合は福本と共に 阪急のユニフォームを着用して出場した。ただし、オリックスのコーチとして残留した福本は、引退セレモニーの時には、オリックスのユニフォームに着替えている。修正のライバルは、角田博光と、落合博光。角田は、自分に対してどんな時も、ストレートだけを投げてきて、山田の決め球でもあるシンカーは、球が速すぎて、シンカーにならなかったと惨事を送ってる。逆に、 落合には読まれていても必ずシンカーを決め玉にしていたという。また、ライバルチームのエースであり、共に長年パリーグで活躍した鈴木刑事、東尾治む、村田常時については、彼らがいなかったら自分がここまで頑張れなかったと口実している。引退後は NHK 野球解説者、日刊スポーツ野球評論家となる、1989年ドラフト会議で、 阪神タイガースへ1位入団しながら他の評論家からあんなの使い物にならないと酷評されていた笠井実を団当初から球界を代表するアンダースロー投手になる逸材と唯一評価し続けていた。オリックスブルーウェーブの投手コーチに就任。実績もあり理論的に指導できるコーチとして選手からも信頼があった。後に山田は巨人遺跡を低迷していた。 野村隆人について、あれは使い方の問題と指摘していた。しかしながら、投手起用をめぐって、監督の大げ明と対立し、1996年の日本シリーズ制覇に貢献した直後に対談。彼らは NHK 解説者、日刊スポーツ評論家として復帰する。中日ドラゴンズの投手コーチに就任。この前に、巨人監督の長島茂雄からも、 投資コーチとしての誘いを受け、妻の病気を理由に断っていたが、中日監督の星野千一より直に強く説得され、星野監督を男にしたいと引き受けた。星野の後を引き継いで監督に就任が決まったのは、星野の意向だと言われている。しかし、直後に星野が阪神タイガースの監督に就任、二軍監督の島野育夫も引き抜かれたため、 球団内のバックアップを失うこととなった。山田は、あの時、島野さんを引き抜かれたのが一番、痛かったと語っている。中日でも、投資コーチとしては手腕を発揮、岩瀬ひとのりにキャンプ中突きっきりでホームを強制し、リーグを代表する、中継エースに育て上げた。1999年中日でも優勝を果たし、優勝を受け置い人と言われた。にヘッドコーチを兼任した後、 同年オフに、中日監督に就任。監督1年目の2年は5位から3位に順位を上げるが、優勝した巨人には15.5ゲーム差をつけられた。同年は、朝倉健太を先発に起用し、初勝利以降勝利を重ねて、11勝を挙げた。9月9日、成績不振のため遠征先の広島で解任となった。この時点で、順位こそ5位だったが59勝61敗で、 勝率はほぼ5割をキープしており、実際はオーナーをはじめ本社サイドの心証を悪くしたことにる解任であった。残り試合はヘッド剣打撃コーチの佐々木京介が監督代行を務める。20試合で14勝5敗1分とチーム成績は上昇し、最終的に2位になった。半身に独走を許すペナントレースになったものの、3年契約の2年目で休園休み中に、 オーナーの白井文吾から続投が公表されていて、なおかつ当人が側近に漏らした本音で、直近まで周期キャンプや来期のコーチングスタッフの話を球団としていて、一部の球会関係者には、周期キャンプの臨時コーチや来期の入閣の打診までしていた上での急な決定だった。これは中日でのプレイ経験のない完全な戸まであり、 選手や首脳陣からの求心力の低下、OB との確執が激しかったという事情を本社、球団いずれも掴んでいたことがあった。決定的なのは5連敗目を喫した9月7日のタイヤクルト26回戦、名古屋ドームでハーフスイングをめぐる抗議による退場処分。抗議がそのプレー直後ではなく、公主交退時に行ったことを問題視され、 連敗と間の悪い大上劇が解任への格好の引き金となってしまった。なお、当初球団からは山田から休養を申し出た形にするよう要請されたがこれに山田が、袖では自分から逃げたか投げ出したことになる。そんなのは受け入れられないと激怒、激論の末に解任に決まったという。また山田は、この決定後に遠征に帯同している選手、スタッフに解任報告し、 挨拶を済ませチームを離れて一人新幹線で、記名したが、その車内で、自身の解任第一報を目にすることになった、通路上の電光掲示板に、中日、山田久志監督を解任。と流れたというと実感している。活躍した選手を称賛する一方、期待を裏切ると容赦なく急断し、恐怖政治と言われた。コーチ時代には、前田吉永とは、ソリが合わず、 山田の監督昇格が決まった2001年オフに、前田は FA 宣言し、読売ジャイアンツに移籍している。山崎武史とも確執があり、1年オフ FA 資格を取ってから横浜ベースターズから誘いをもらって、そのになっていたら山田から一緒に戦ってほしいと説得されて残留したが、一軍に上がってチャンスで代打で打てず、その後山田がこのチームを 奈落の底に落とす選手がいると発言。その発言を新聞で見た山崎は激怒。それ以降、山崎は山田とは一言も口を聞かず、目も合わせないようにしているという、エディ・ギャラードとも対立し、ギャラードは3年途中横浜ベイスターズへ移籍した。一方で、オリックス時代の教え子であり、故障で、 不審の平井静止を獲得し中継ぎの一人として復活させたこと、強権だが内野守備に難があり、ポジションが固定されなかった、福留孝介を外野にコンとしたこと、荒木正宏と、井端弘和の荒井場コンビを辛抱強く使い続けたことなど後の中日躍進の基礎を築いた人物でもある。打撃投手の平沼正晴は、山田久史さんは、投手を見る目がすごい。 うちのレジェンド投手は、ほとんど山田さん経由で体制してますね。と述べている。から CBC テレビラジオの野球解説者を務めるほか、からは、ブレーブスブルーウェーブ OB 会,会会長を務めている。2、野球殿堂入り。12月に行われた、野球殿堂入りパーティーには、一郎、田口壮が、スペシャルゲストとして出席した。2、山田の出生地、野代氏は、 市営の白球場の名称を山田の業績を称いて山田久志サブマリンスタジアム愛称と改名した。9月29日には山田久志夫妻を招いて命名式が行われた。愛称の制定に際し、山田から現役時代のユニフォームやグラブ、写真パネルなど計131点が贈呈され、球場内に設けられる展示ブースで公開されている。 オフシーズンに開催されているプロ野球マスターズリーグの大阪ロマンズに所属し短いイニングながらもマウンドに立っている。ワールドベースボールクラシック日本代表の投手コーチに就任。投手選考と投手起用については監督の原辰則からほぼ全権が委任されていた。WBC の投手の投球制限規定に悩まされたが本来は 先発投手であるダルビッシュ優を抑えに起用するなど思い切った投手起用と継投策を駆使し2大会連続世界一に大きく貢献した。また山田が週刊ベースボールに記した手記によれば原監督からは投手陣だけでなく一郎との橋渡し役も頼まれていた。2016年2月には阪急の後継球団オリックスバファローズの春季キャンプで 福本と共に臨時コーチを務めた。から、沢村小選考委員を務めている。福本豊とは同期入団であり、若い頃は仲が良かった。しかし山田が先発したある試合で、福本がセンターフライを落球。それに対して山田は明らさまに怒りを表し、イニング終了後に謝罪に来た福本を無視したことがある。引退後、福本の記念祝賀会に、 招待されながらも欠席し、星野千一に批判されている。現在は、ブレーブスブルーウェーブ OB 会会長と副会長という間柄である。2011年5月8日に行われた、オリックスバファローズのイベントでは同期入団の福本、加藤英二らと共にトークショーを行い、現役時代の様々なエピソードを紹介した。また、同時期に出版された、ムック本では、 福本との対談が掲載されている。監督辞任後は CBC の解説者として活動しているが、兵庫県在住のため他の解説者と比べて、出演機会が少ない、月に1カード程度。もしくは、関西地方からの自社制作の試合に出演。ただし、ブレーブスブルーウェーブ OB 会会長ということもあり、セパ交流戦開始後は、中日対オリックスバファローズ戦では、 最低1試合、オリックス主催試合を CBC が自主制作したときは、中日オリックスそれぞれの主催試合で1試合ずつは、解説を担当した年もあった、スケジュールの都合によっては、高城延博など他の解説者が担当した年度もある。2011年からは、地元の MBS ラジオ、CBC と同系列で放送される生ワイド番組、の村での村田 EX トラ。 の火曜日にゲストで定期的に出演している。CBC テレビの中継ではトップ解説者の扱いであり、全国ネットとなる中日 VS 巨人の地上波テレビ中継については、CBC サイドから1名、TBS サイドから1名、主に木ヌ義サ牧原博美佐々木和弘かのいずれかの2名体制。2016年は、 フリーの山本雅も加えて3名での中継となるが、CBC サイドで出演するのは山田の担当が多い。ただし、山田がラジオの解説に回ったり、スケジュールの都合で、テレビラジオのいずれも出演できない場合などは、辰ツ和義、フリーや牛島和彦、CBC テレビ、ラジオ TBS ラジオ BSTBS BS、BS チャンネルのどちらかが担当する場合もある。 中日が日本シリーズに進んだ場合の CBC 制作全国ネットの中継でも山田加入以降は CBC 解説者では山田の担当が多い。なお、巨人戦がローカル中継となる場合は山田以外の CBC 解説者が出演することもある。WBC での経験や近年における沢村賞受賞者がパリーグの選手に偏っていることから セリーグでの極端な投手分業制に対しては、会議的な考えを持っている。昭和50年代、1975年から1984年に上げた、勝利数が163で、2位の鈴木刑事の155を抑えて1位である。また、1970年代、昭和45年から昭和54年に上げた、勝利数は171であるが、 鈴木刑事が174を挙げたため、2位である。初勝利こそ8回西まで投げながら、ベテラン、足立光弘のリリーフを仰いだものの、100勝150勝200勝250勝、最後の勝利、当番日は、半球最後の公式戦でもあるでもある284勝など、初勝利外の節目の勝利は、すべて関東勝利である。 1971年第3戦で、痛恨のさよなら本塁打を浴びた王とは、日本シリーズでは通算でも、対戦打率、320、25打数8安打4本塁打と分の、悪い対戦成績だが、オールスターでは逆に7打数0安打と完璧に、抑え込んでいる。自身が得意とした、変化球のシンカーについて、私のシンカーが、本当のシンカーと自負している。 同じくシンカー使いの名手と言われる高津慎吾や塩崎哲也のシンカーについてはシンカーというよりもチェンジアップと述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。